るよ。ドゥーン。そのりです。35歳、無職。趣味はボイスチャットでございます。はい、こんにちは。フォータイブ10ピッキーあるためだっての民の村長です。はい、ということでですね、今皆さんお見せしましたが、こちら、じゃーん。何がわかりますか？サマルくん退場。はい、ということでこちらが何かと言いますと、コフレドールのサンリオとコラボしたバッグでございます。今年はですね、コフレドールが10周年ということでおめでとうございます。もう何事にも続けるということはですね、もうすんばらしいことでございます。もうやめるのも勇気、続けるのも勇気ということでございます。はい、何の話わからないけれども、はい、で9月1日に新しくこちらでございます。じゃん。はい、こちらのコラボ製品を2品以上購入された方でこちらのバッグを差し上げますということで、まあ、こちらをいただきました。いや、もうこれ OL あるあるなんですけれども、こういうちっちゃいバッグマジでありがたし、本当にお弁当とかも入れられるし、本当にありがたし。まあ大体こうオフィス街とかに行ったら12時ぐらいになると、あのOL らしき人たちがセカンドバッグこうやって持ちながら歩いてるでしょ、こうやって。何食べよっかなってこう歩いてるじゃん。で、そういう時に本当に便利なんですよ、こういうの。中もこういう感じで、サンリオのコラボでございます。で、ちっちゃいポケットもついてるし、ちょっと同系色で分かりづらいんですが、ここふわふわでポケットになってるんです、外の。ほら、かわいい、村長。これ、こういうの好き。ふわふわのやつ好き。はい。で、今回はですね、そちらで購入した2つを紹介したいと思っております。はい。で、まず1つ目はこちらでございます。9月1日に、ま、限定パッケージとともに新発売されたコフレドールモイスチャーグローベース UV SPF13PA2+ でございます。はい。そして、無香料でございます。はい。そして、もう1つなんですけれども、こちらです。じゃん。コフレドールヌーディーカバーモイスチャーリクイド UV でございます。そして、こちら SPF26PA2+無香料です。はい。で、実を言うと、もう1種類販売されているんですが、こちらでございます。こちらも9月1日に発売されたヌーディーカバーモイスチャーパクト UV でございます。なので、こちらのパウダーファンデーションとこちらの下地が9月1日に発売されたということになります。じゃあ、なぜ村長はこっちを購入したのかと言いますと、パウダーファンデーションはちょっと冬にも使おうと決めているものがありまして、まあ、それがあるのでもったいないっていうことで購入しておりません。で、あとはですね、購入したこっちのリキッドファンデーションがもうめちゃめちゃ優秀だっていう風に言われていて、もうずっと気になっていたっていうのもあって、まあ、あえてちょっと新商品のものではないこっちのリキッドの方を購入いたしました。なので本日はですね、こちらの下地、そしてその上からこちらのファンデーションを塗っていきたいと思います。はい。ということでですね、まず先に9月1日に発売されたコフレドールモイスチャーグローベース UV、 こちらの機能に行きたいと思います。こちら、はい、潤い持続タイプ、もう来ましたね。はい、もう秋と冬にかけてですね、作ってきました。はい。そしてもうその通りでございますが、大体こういう系が出てきますが、こちら、はい、つるんと肌に馴染む美容液のような感触。はい、そしてこちら、肌表面をしっとりと滑らかな状態に整えます。そしてこちら、ファンデーションの化粧のりを良くします。はい、そしてこちら、輝くようなみずみずしいツヤ肌仕上がりに。そしてこちら、ファンデーションを重ねると、元々の肌からの透明感を引き立てます。パールが入っておりまして、光の散乱をコントロールして、ツヤ肌に仕上げてくれるというものでございます。はい、ということでこちらが、モイスチャーグローベース UV 化粧下地の機能でございました。そしたら次はですね、リキッドに行きたいと思います。で、こちら、はい、乾いた肌もヌーディーにカバーします。そしてこちら、潤う濃密ツヤ美肌が続きます。そしてこちら、はい、10時間色持ちデータ取得済み。ということで、まあ、潤いはありますが、メイク持ちも長いですというものです。そしてこちら、素肌っぽい薄い膜で毛穴や色ムラの細部まで均一にカバーします。楽しみでございますね。
そしてこちら伸びがよく肌に一瞬で馴染みます。はい、そしてこちらもともと色ムラや毛穴に対してカバー力もありますが、こちらのファンデーション自体もムラなくしっかりと伸びてくれるそうです。はい、そしてこちら、これがおそらく一番推している文言だと思うんですが、とろけた生チョコのように滑らかということでございます。今からですね、こちらの新しく出た化粧下地と生チョコを顔に塗っていきたいと思っております。はい、ということで中から出してみました。こういう感じです。かわゆいかわゆい。はい、ということでまず化粧下地を手の甲に出してみたいと思います。はい、こういう感じで本当にサラッサラでございます。ちょっとピンク色っぽい色が混ざっております。では塗布していきます。はい、ということでこういう感じでございます。うん、ツヤ感がめちゃめちゃある美容液っていう感じがします。うん、もうツヤツヤです、本当に。はい、では次リキッドファンデーションをのせていきます。はい、こっちのファンデーションもめちゃめちゃサラサラでございます。こういう感じです。で、一応付属でスポンジもついているんですが、こちらも使用しつつ塗っていきたいと思います。はい、ではちょっとアップにしてみました。うん、テクスチャーがサラサラっていうのもあって、光が当たるところに関しては毛穴は目立ちづらいんですが、そうじゃないこの辺りとかは結構私は毛穴消えてる感覚はそんなにないかなというふうに感じます。ただツヤ感は綺麗ですね。うん、はい、では乾燥の方に行きたいと思います。では行きましょう。はい、ということでですね、まず化粧下地の乾燥に行きたいと思います。まず一つ目はこちら。はい、先ほども言った通りなんですが、本当にツヤ感をたくさん入れた美容液っていう感覚があって、スキンケアの乳液っぽい感じでございました。なので全く重さは感じなかったです。そしてこちら、はい、皮膜感も感じなかったです。そして3つ目、こちら。はい、特にすごくカバーを何かしているわけではなく、ファンデーションに何も影響を与えないです。何も変わらないっていう化粧下地って意外と少ないんですね。もうすごい真っ白になってしまったりとか、何かファンデーションに影響を与えるぐらいの色味が入っていたりっていうことが多いので、まあ化粧下地の段階であんまり厚塗り感を出したくないとか、なんか顔が真っ白になりたくないなっていう人には使いやすいのかなと思います。そしてこちら、はい、伸びに関してはこちらも申し分がございません。そしてこちら、はい、もう美容液と言っているからにはですね、保湿力も抜群でございます。はい、そしたらですね、次はこちらのリキッドファンデーションの乾燥に行きます。ちょっとカバー力に関しては後ほどお話しいたします。はい、まず一つ目はこちら。まあテクスチャーがサラサラだっていうのもあるんですが、本当にナチュラルでございます。そして二つ目はこちら。はい、まあナチュラルでテクスチャーの関係もあってめちゃめちゃ軽いです。そしてこちら、保湿力も、まあ、下地の力も相まってめちゃめちゃ保湿はあります。はい、保湿はこういう感じでございます。そしてこちら、はい、まあ、ちょっと今まだ暑いからっていうのもあるんですが、メイク持ちに関してはですね、まあ、すごい長いかと聞かれたら、やっぱりメイク直しは必要だなっていう風に感じました。ただやっぱり乳液タイプでサラサラっていうのもあって、重みがないので崩れ方はやっぱり綺麗でした。はい、そしてカバー力に関してなんですが、こちら毛穴に関しては先ほども言った通りですね、光が当たっている部分に関しては小さい毛穴だったら錯覚で
カバーができるかなという感じがします。ただ光が当たっていないとちょっと目立つかなというふうに思いました。そして二つ目、こちら色ムラに関してなんですが、こちらも光に依存しておりまして、はい、光がこういう感じで当たってると気にならないんですが、光が当たらないとですね、やっぱりちょっと赤みっぽいのがうっすら見えているのと、やっぱり毛穴もどうしても目立ってしまうので、本当に光に依存しているファンデーションなのかなっていうふうに思いました。はい、ただですね、ナチュラルで軽さもあって保湿もあって、テクスチャがサラサラのものにしては、私やけどの後は消してる方だなっていうふうに感じます。はい、そして一番最後はこちら、はい、まあ両方に言えることなんですが、めちゃめちゃ伸びが良かったです。はい、ということでこういう感じでまとめてみたんですが、まあ私はですね、コフレドールに関しては下地は使ったことがあるんですが、ファンデーションは初めて使いました。で、使ってみた感想っていうのは、本当にこの2つとも乾燥が気になる方向けに作っているコスメなんだなっていうのをすごく感じました。なのでもう本当にメイクとかで乾燥させたくないとか、そういう方々に関してはめちゃめちゃ使いやすいものだと思います。はい、でこの化粧下地に関しては私めちゃめちゃ気に入っておりまして、パウダーファンデーションとめちゃめちゃ相性が良いです。なので新しく出たコフレドールのパウダーファンデーションと使う方が私は相性がいい気がします。まあ同時期に発売されているものなので、まあ、もしかしたらそこのセットで使う用として、まあ発売したっていう可能性もありますが、ただなんですが、ちょっとファンデーションのカバー力は気になりましたね。うん、もうちょっと頑張ってくれるかなっていう期待はしていたんですが、まあそこだけはちょっと超えられなかったなという風なのが正直な意見でございます。はい。なので、まあこちらのファンデーションに関しては、まあ私も火傷の跡とかありますが、がっつりと着さなくてはいけないようなコンプレックスがある方には使いづらいと思います。ただなんですが、まあ化粧下地にもっとカバー力のあるものを使えば、今よりはもちろんカバー力が上がりますし、ナチュラル志向で、ナチュラルでなおかつツヤ感を出したいっていう方にはおすすめでございます。あとはまあ重いのが嫌な人にとってはもうめちゃめちゃ使いやすいと思います。なので本当にザ・素肌を綺麗に見せるファンデーションという、まあ本当に王道のファンデーションだなっていうふうに思いました。はい、まあこういう感じに私の中ではまとまりました。まあデメリットメリットいろいろ伝えたんですが、まあいろんなところの評価を見ると、この2つとも評価が高いので、このファンデーションの嗜好に合ったメイクをしたいっていう人からしたらめちゃめちゃ使いやすいんだと思います。はい、ということで、まあこれを言ってしまったら元も子もないんですが、本当に自分の肌に合ったものを選べさえすればやっぱり評価が高いということは本当に人気なんでしょうし、まあそういう見極めができるようにならなくてはいけないなっていうふうに私は感じました。はい、ということで本日もありがとうございました。また動画でお会いいたしましょう。フォータイプジッピーキアルタムダッペのための村長でした。